ビシスモのロングの縮毛の状態にブリーチのバレイヤージと縮毛矯正を同時進行にやっていきます。はい、少しこれはコテで巻いているので分かりづらいと思うんですが、かなり毛先のダメージの方があったのですが、中間でモモンガトリートメントで毛圧強化させて、オニヤマジェルソルトをブリーチの毛先の部分だったり、縮毛矯正で毛先のブロックなどに使うことによって、このように質感が上げることができました。縮毛矯正とブリーチっていうのは同時進行っていうのはもう NG だと思うんですが、このような商材を使えばやれることができます。